はい、では昼のパフォーマンス審査に移らせてもらいます。はい、本日はギスビスが、課題曲となってます。じゃあ、こちら。どうしたんですか？よし、顔色悪いな。ホラー映画出てきそうだ。出てないです。なおはもう普通だから。え、普通が一番辛い。はい、じゃあこちらのチームからお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。
ノロノロノロです。はい、マホです。はい、アイカザプリスです。はい、ナルハワールドです。はい、マジアスメアツコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ビスビス。はい、じゃあ戻ってください。はい。
はい、座っていいですよ。失礼します。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ順番の方を発表します。1番、名前ない魔法ナルハワールド相方ポリスのノノノノノマジアスメアツコチーム、ありがとうございます。はい、2番トギーナオーブナオストリッコチャーダルトレオナイスワイズチーム、はい、はい。ちょっと昨日の規約はどこ行ったのっていうのが、まあ、正直なここですかね。もう半日というか、あと2回しかないっていう公演パフォーマンス審査の中で出し切れました。レオナさん、出し切れてないです。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。なんかこれはメンバーには常々よく言ってることなんですけど、あのお客さんもバカじゃないんで、例えばワンマンライブとか初めて来たかもしれないですよ。でもちろん何回も何回も来てくれるお客さんもいるけど、そうじゃないお客さんが大半なんですよ。例えば新しいグループなんか特にどんなもんなんだろうなって見に来てくれる人たちもいて、でその1回1回が勝負なんですよ。でそこで良くなければお客さんも次から買ってくれないですよね。それも含めて本当に1回1回が勝負になってくるんですよ。もちろんダメな時もあれば良かった時もあればっていうのは差はあれと、あのそこ1回1回が本当にもしかしたらその人の一生で1回しかないライブかもしれないんですよ。そこに対して別に力抜いてるとは言わないけど、その気持ちで臨まないと出てこないものってあると思うんですよね。はい。でその人を例えば気持ちを動かすことできれば、その人がもう一人お客さんに連れてきてもらって、どん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 会場が大きくなってくるんですよ。でも今僕たちのグループも含めて多分それができてないから、お客さんが広がんなくてずっと同じようなキャパシティの会場をきっと回ってるのかな。もちろん俺らのプロモーションが足りないかもしれない。でもそこじゃないと思うんだよね、ライブは特に。だからそれも含めてちょっと次の審査はもっともっとできるってところを見せてほしいなというふうに思います。はいはい、はい。はい、じゃあ、3分後に食堂の方に集合してください。はい、はい、じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、準備していいです。はい、はい、はい。Thank you.
夜です。いつもは今日の夜で終わり。2回って言ってますね。それともその人は。あと2回。じゃあとここ今と2回。これと2回。そう。これと次で終わり。はい、ありがとうございます。